3 4 5 OK。 横井さん背中が追い込まれている。3 4 5。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は背中のトレーニングなんですけれども、はい、いかがでしたか。背中やり切りました、うん、やり切りましたね、はい、うん、超普通のことこれから大阪に向かいたいと思います。ということでね、阪神電車に乗りました。今から梅田行って、僕はモータープラザっていうところの高速バスに乗りまして東京へ行きます。東京京都京都東京なんつってねやっておりますけれども、一言お願いします。はい五反田駅です、東京駅のスターバックスで6時間ほど作業してて、今から望月さんという治療院のところに僕のクライアントさんなんですけれども行きたいと思います。治療していただきます。腰が痛い、足も痛い。では行きましょう。原宿のゴールジム着きました。ちょっとここは撮影できないみたいなんで行きましょう。ビジターでレッツゴー。終わりました。暗すぎて見えん。はい、ということでゴールドジム足と、ちょっと時間があったんで腕やりました。今からちょっとホテルに戻っていきたいと思います。 GoTo トラベルで超格安のホテルを予約できたので、なので今からですね渋谷の方に戻ってホテルに行きたいと思います。チェックインが空いてるか不安やけど行きましょう。次はホテルで会いましょう。ピュッということで、なんととっても不思議なところに来ました。これからレセプションです。はい、おはようございます朝喉が悪くてちょっと風邪気味です。カフェがあるんですよね。 BMW カフェっていうところがあって、なんか BMW の車があって、その隣にカフェがあるみたいな、よくわからんカフェがあるんですけど、そこで作業してたんですよ。 Wi-Fi の環境がいいんで。そしたら一人なんか見たことある人がいるなと思って、よく見たらシュンダイアリエさんっていう YouTuber の方がいるんですけど、その方がいて、でインスタグラムで見たら東京駅で映ってたんで、もしかして言い張りましたかっていうふうに言ったら、あ、いましたって言ってたんで、またよかったら筋トレしませんかみたいな感じになって、あんまじゃなんか多分トレーニングするかもしれないです。で今日は実は予定は西ダックスさんっていう吉本の芸人さんのパーソナルを受けて、宿老さんのパーソナルをするっていうなんか珍妙な予定が入ってます。はい、以上です。ということで、おはようございます。東京2日目です。今からですね、西ダックスさんのパーソナルトレーニングを受けに行きたいと思います。かなり特徴的なパーソナルトレーニングの方なので、めっちゃ楽しみです。はい、ということで西ダックスさんです。もっと本音出していきますわちょっとやっぱり僕と、実は僕と一緒で結構なんか伸び悩んでるみたいなんでいや本当にでも境遇がちょっと近いっていうのはかなり親近感感じてて、で本当にお会いしたかったっていうのがあったので、パーソナルはもちろんなんですけども、こういう風にお話できてマジで良かったです。いや、ピンキー前のちょっとやっぱ間違いなかったわいやいや、ちょっといじりにも似てる。やっぱなんかもう、はい、褒めちゃうと、はい、なんかあえてこういう動画で褒めてるみたいな感じになるんですよ。うん、はい、いや、ほんとね、あの気持ちよかったって言った方がいいのか、感じでちょっとだけ感じたもん。ダメだ、やっぱり一番俺がまず初めにピンキー前のに聞いたのは、はい、1年2ヶ月ぶりに女子の手を握ったってそうです、そうです2時間ぐらい今話してたけど、そうですよね、その話、この話がすごいなんか、はい、中身なさすぎてなんか初め聞いたの申し訳なかったいや、ありがとうございます。ありがとうございました。また東京に来た際はぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。ありがとうございます。やっぱり芸人としてライブに出るのが楽しいです、ね、楽しいね。そうですね。だって楽屋とかさ、はい、みんなゲラゲラ笑ったりそういうくだりやったりとかなんかいろいろやっててみんなお酒飲んでんのって思っちゃうずっとそんなことやるんですけどさ、この空間にずっといたいな、はい、いるためには何をすればいいのか、1年目、2年目で売れるっていう未来を考えてたけど、そんなのは一組いるかいないか、経歴も10年経ってお金を稼がないと生活もできない、はい、で芸人も続けられない、はい、なんならオーディションも売られなくなる、はい、だったらこれを続けるためには自分に何が必要か、はい、だからこだわりかける筋肉かける何か、他の人は他でこう作ったりして、はい、でも伸びしろですよね、よくよく考えたら、これからです。地獄やけど幸せ、わあ、いや、いいですね。そういう感覚を持ててる時点で多分もうなんか飲みそうな気はしますよ、なんかお互い。そうですけど僕もその感覚はあるんですよ。ほうほうほう。なんか悩んでるけど幸せっていうね、はい、悩めることに幸せを感じるんですよ。幸せよね。はい、いや、ほんとそうです。黒田さん、お願いします。お願いします。では意気込みの方よろしくお願いします。ちょっとね、パーソナルトレーナー一発目ということで、うん、ちょっと基礎を身につけていきたいと思います。行きましょう。ありがとうございます。お願いします。はい、ということで黒田さん、お疲れ様でした。あ、お疲れっす。お疲れ様です。今日はもう全身やりました。バチバチやで。バチバチ歩くのしんどいもん。いや、もうさっきまでずっとライブしてたと思うんですけど、多分もうみんな笑ってましたよ。いや、笑ってプルプル震えたもん。いや、もう確実に生まれたての小鹿やった。いや、もうでも本当僕も一応トレーナーとしてさせてもらって、ありがとうございました。ありがとうございます。もう本当楽しかったです。追い込めるのが一番楽しいですね。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで銀座の方に向かいたいと思います。筋肉食堂があるみたいなんで、大河原さんと白木さん行きたいと思います。よろしくお願いします。筋肉食堂へ参りましょう。